をしていません。そして、今注目されているフィンランドとスウェーデンの NATO 加盟に対してですね、難色を示しているわけでありまして、まあ、ロシアからすると、まあ、トルコに、まあ、加盟阻止を貫いてほしいとどうも思っているようであります。ですから、まあ、ロシアにとってトルコは NATO 分断の鍵をですね、まあ、握る国というふうに言えると思います。で最後はですね、この停戦交渉の仲介役でありまして、まあ、今中断してるんですけども、これからまた将来的にですね、この停戦協議が復活した場合、まあ、トルコが仲介役になる可能性がありますので、まあ、ロシアからするとそのトルコのこの立ち位置ですね、これをなるべくこの停戦、それから妥協派の方向に引き寄せることによって、まあ、ロシアが今後、まあ、有利な交渉を進めたいという、こういう思惑もあるんではないかというふうに思います。仮にトルコとロシアの首脳会談実現したら、ウクライナ情勢にはどんな影響がありそうですか？はい、仮にですね、これが実現した場合、イタリア、フランス、ドイツのような、まあ、停戦妥協の立場をトルコが取ればですね、はい、まあ、さらにこのウクライナへの、まあ、停戦圧力というのは高まっていくと思います。しかしながら、まあ、トルコはウクライナに、まあ、自国製のドローンをですね、供与するなど関係も深く、さらにこのロシアと NATO を天秤にかけながらですね、まあ、したたかな外交をするというのは、これはもうプーチン大統領以上のところがありますので、まあ、ロシア側に一方的に組みするかどうか、まあ、それも考えにくいのではないか。ですから、まあ、今後エルドアン大統領が果たしてプーチン大統領との首脳会談に応じるのかどうかですね、まあ、今後の展開を注目したいと思います。ここまで兵頭慎治さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いてこれまでに入っているニュースです。ポルコムさん、お願いします。はい、お伝えします。病気で長期療養をしている小学生がプロ野球のロッテに入団しました。新たな助っ人、カンタ君。入団したのは急性リンパ性白血病の治療を続けている小学5年生の宇都宮カンタさんです。長期療養をしている子どもたちがスポーツチームの一員になり、一緒に活動することで自立支援につなげる活動を行っている NPO 法人を通じて、今回プロ野球では初めてロッテへの入団が実現しました。自分が頑張って応援することで選手にやる気や元気を与えられるようなチームメイトになりたいです。頼もしいですね。選手より答えがしっかりしてます、はい、いい助っ人だと思います。宇都宮さんは月に1、2回程度チーム